冬季落日、失楽園、など、医療から電気、歴史、恋愛小説と幅広い分野の作品で知られる直木賞作家の渡辺淳一、死が7月30日午後11時42分、前立腺がんのため、東京都内の自宅で亡くなった。80歳だった。葬儀、告別式は親族で行った。喪主は妻、俊子、さん。札幌医大で整形外科医として、勤める傍ら小説を、執筆。札幌医大で行われた日本初の、心臓移植手術、和田心臓移植事件、を、題材にした小説を発表したのを、機に大学を去った。1970年に、光と影、で直木賞、80年に、冬季落日、などで吉川英治文学賞を、受賞した。渡辺さんと交流があった日本ペンクラブの会長で作家の浅田次郎さんは、自分の作品が賞の選考で落ちた時などに、渡辺さんは何度も励ましてくれて、育ててもらいました。人間は年齢を重ねるにつれておとなしくなっていくものですが、渡辺さんの作品はいつまでも壮年のパワーを持ち続けていて、エネルギーがあった。本当に尊敬すべき小説家の手本となる人でした、と話していました。